みちのこチャンネル。みんなこんにちは。こんにちは。暑い日が続いて夏バテ大丈夫？今日は親里館講話のアニメーション、僕たちのおじば帰りだよ。それではどうぞ。これからアニメーションを上映します。その前にちょっと聞いてみたいことがあります。皆さんは親神様を知っていますか？親神様は私たちが住んでいるこの世界や人間をお作りくださった神様で、お名前を天理王の御事様と申し上げます。では親神様はなぜ人間をお作りくださったのか知っていますか？それはみんなが明るく楽しく、そして互いに助け合って暮らす陽気暮らしの姿をご覧になって、親神様も一緒に楽しみたいと思われたからです。そして親神様は私たちにこの体をお貸しくださり、いつも私たち一人一人をお見守りくださっているのです。私たちが知らないうちに息をしているのも、意識しなくても心臓がちゃんと動いているのも、また歩いたり走ったりできるのも、すべて親神様のお働きのおかげなのです。だから私たちが毎日元気にこの体を使えることに嬉しいな、そしてありがとうの心で過ごすことはとても大切なことなのです。この親神様の思いを私たちに教えてくださったのが親様です。そして親様のお名前を中山美樹様と申し上げます。これから上映するアニメーションの中には、陽気暮らしをするために欠かすことのできない大切なことが出てきます。お話の中にその答えが出てきますので、しっかり見ていてくださいね。この子の名前は春樹。小学5年生の元気な男の子です。あ、おい、おはよう。おはよう。ずいぶん早いね。そりゃそうさ、だって今日は絶対遅刻できないからな。朝ごはんも全速力で食べたからお腹が苦しいや。おい、大丈夫かい？でも今年は慎吾が来てくれて嬉しいよ。ああ、秋の大会があるからサッカーも大事だけど、でも何回も春樹が誘ってくれるし、それに話を聞いてたら本当に楽しそうだからさ。うん。お兄ちゃん、早く早く。まだ大丈夫だよ。おお、まこと、遅かったじゃないか。え、遅れちゃった？そんなことないよ、慎吾が早すぎるんだよ。あ、そうか、ごめんごめん、つい張り切っちゃってさ。何言ってんだよ。あ、しおりとかなも来たぞ。おはよう。おはよう。もう遅いんだから。これだから初めてのやつは困るんだよ。何言ってるの？慎吾くんも今年初めてじゃないの。あ、そうか。あ、お父さん。みんなよく来てくれたね。あ、おじさん。おはようございます。おはようございます。うん、おはよう。今年はかなちゃんたちもよく来てくれたね。しおりちゃんも一緒だから今年は参加することにしたのね。うん。そうか。ところでまことくん、
おばあちゃんの具合はどうだい？3日ぐらい前から少し元気になったんだ。なったんだ。それはよかった。さあ、これでみんな揃ったね。じゃあみんなで参拝して小島へ出発しようか。はーい。今年も楽しくなりそうだぞ。去年は春樹と2人だけだったけど、今年はいっぱいいるもんね。さあ出発。すごいだろ。中もすっごく広いんだぞ。ね、おじさん。そうだよ。おじばを中心に大きな礼拝場が東西南北に建てられているんだ。さあ、上がって参拝させてもらおうか。はーい。この神殿の中央には甘露台という台が据えられていて、その場所を地場と言うんだよ。ねえおじさん、よくお地場って言うけど、どういう意味なの？お地場っていうのはね、この世の元始まりに親神様が私たち人間をお作りくだされた場所なんだ。そうなんだ。そしてその親神様のお名前を天竜王の御事様と申し上げるんだ。へえ。そうなんだ。さあ、みんなで参拝させてもらおう。それじゃあ次に教祖殿へ行こう。教祖殿？おじさん、教祖殿って親様がいるところだよね。そうそう、誠くん、ちゃんと覚えててくれたんだね。さあ、行こうか。おじさん、親様ってどんな人なの？親様はね、中山美希というお名前で、私たち人間に親神様のおぼし飯を初めて教えてくださったお方なんだ。へえ、その親様がこの建物にいるの？そうだよ。今はお姿をこの目で拝することはできないけれど、いつも親様はこの教祖殿におられて、みんなのことをお見守りくださっているんだよ。みんな座って。それじゃあこれから親様のお話をするよ。はーい。親神様は江戸時代の末期、天保9年10月26日、親様を月日の社とお定めになり、世界中の人々を助ける道を開かれました。そこでまず親様がなされたことは、親神様のおぼし飯のままに困っている人々に惜しみなく施しをするということでした。そんなある日のことです。食事の準備をしようとした親様の末娘、小寒様が米びつを見ると、お米がありません。それで、お母さん、もうお米はありません、と言われると、親様は、世界には枕元に食べ物を山ほど積んでも、食べるに食べられず、水も喉を越さんと言うて苦しんでいる人もある。そのことを思えばわしらは結構や。水を飲めば水の味がする。親神様が結構にお与えくだされてあるとお話になったのでした。水を飲めば水の味がする、
何でもないことのように思うかもしれないけれど、これは健康だからこそ感じられることなんだ。そして毎日元気でいられることは親神様のお働きのおかげ。そのことを親様は私たちに教えてくださったんだ。元気でいることは当たり前のことではないんだ。例えば風邪をひいて体温が一度上がっただけでも体が苦しいだろ。でもそれを親神様がいつもちょうどよくご守護くださっているからこそ人間は元気でいられるんだよ。それにね、体だけじゃなくて水も空気もお日様もすべて親神様のお働きなんだ。へえ、そうなんだ。ねえおじさん、親様のお話もっと聞かせて。よし、じゃあみんながもっともっと仲良くなれるようにこのお話をしようかな。ある時、田原という村に住んでいた7、8歳になる久保奈良次郎という少年が重い目の病気になりました。どこのお医者さんに見てもらっても奈良次郎の目は治らず、家の人は困り果てていました。ちょうどその時、奈良次郎の両親はある人から親神様のお話を聞き、早速心を込めてお願いすることにしました。するとどうでしょう、不思議にも奈良次郎の目は元通りに治ったのです。嬉しさいっぱいの両親は奈良次郎を連れてすぐにおじばへと帰り、親様にお礼申し上げました。親様を前にしてお父さんお母さんは感激して頭を下げていましたが、奈良次郎は優しく微笑んでおられる親様のおそばにあるぶどうが気になって仕方がありません。その様子をご覧になった親様はその一草をお手になされて、よう帰ってきなはったなあ、これをあげましょう、世界はこのぶどうのようにな、みな丸い心でつながりおうてゆくのやで、と心の持ち方をお話しくださり、そのぶどうを奈良次郎にお与えくださったのでした。奈良次郎さん、よくなってよかったね。丸い心か。丸い心ってどんな心なのかな。うん、じゃあちょっと考えてみようか。もしブドウの粒が四角形や五角形だったらどうなるの。ぶつかってぐちゃぐちゃになっちゃうよ。そうだね、慎吾くんの言うように粒に角があったらぶつかり合って傷ついてしまうよね。それを一人一人の心に当てはめてごらん。みんながわがままや自分勝手な角のある心でいたらどうなるだろう。そんな友達だったら、すぐ喧嘩になっちゃうかも。そう、人を傷つけたり困らせたりすることになるよね。だからお互いに思いやりや助け合いの心を持つこと、それは人と人のつながりにはとても大切なことなんだよ。その心を親様は教えてくださったんだ。なるほど、そういうことか。親様はいろいろなことを教えてくださったのね。そうなんだ。この世の中が親神様のお望みくださる姿、つまり人間が互いに助け合って仲良く暮らす陽気暮らしの世の中になっていくためにはどうしたらよいのかということを親様ご自身が実際に通って私たちに教えてくださったんだ。それを親様のひな形というんだ。ひな形？そう、ひな形というのはお手本という意味なんだ。そうか、お手本があると分かりやすいもんな。そうだろ。ところで誠くんと康太くんのおばあちゃんは入院しているんだよね。はい。うん。それならこのお話も聞いてほしいな。
おじばから5キロほど離れた伊豆七条村に住む増井キクという人が病気になり、命も危ない状態になった時のことです。当時15歳だった息子の伊三郎少年は、お母さんを助けてもらいたい一心で夜明けを待ちかねておじばへ帰り、親様にお願いしました。しかし伊三郎を優しくお迎えになった親様は、伊三郎さん、せっかくやけれども身上助からんでと仰せになったのでした。残念ですが、親様の仰せですから仕方がありません。伊三郎はとぼとぼと再び5キロの道を歩いて帰りました。しかし目の前で苦しんでいるお母さんの姿を見ていると、どうしても我慢ができません。そこで伊三郎はもう一度親様にお願いしようと決心し、再びおじばへと向かいます。しかし親様は、伊三郎さん、気の毒やけれども助からんと仰せになるのでした。伊三郎はまたとぼとぼと家へ帰ります。しかしお母さんの苦しんでいる姿を見ていられない伊三郎は、思い切って3度目のお願いに行くことにしました。おじばへ着いた時にはもう外は真っ暗です。伊三郎は再び親様にお願いしました。すると親様は、助からんものを何でもと言うて子供が親のために運ぶ心、これ真実やがな、真実なら神が受け取ると仰せになり、お母さんの身上は結構に助けていただいたのでした。へえ、お母さん助かったんだ。ねえおじさん、うちのおばあちゃんも助けてもらえる？ああ、きっと助けてくださるよ。本当？本当だよ。このおじばは親神様が私たち人間をお作りくだされたところ、つまり人間のふるさとなんだ。こうしておじばへ帰らせていただいて、心を込めて一生懸命にお願いさせてもらったら、親神様はその誠くんの真実の心を必ず受け取ってくださって助けてくださるよ。うん、よかったな、誠。よかった。このおじばはね、本当に不思議なところ、そして本当にありがたいところなんだ。だからこうして大勢の人が帰ってくるんだよ。それにね、親神様はそうして人のために一生懸命お願いする姿を一番お喜びくださるんだ。ねえお父さん、もう一度神殿に行ってみんなで親神様にお願いしようよ。そうだな。おばあちゃんが元気になるようにお願い勤めをさせてもらおうか。はい、はい、そうしよう。みんなありがとう。おじさん、僕これからもおばあちゃんのことを一生懸命お願いするよ。そうだね。さあ、これから美味しいカレーをいただいて、そしていろいろな行事に参加しようか。はい。みんな嬉しそうでよかったな、アルキ。僕一生懸命誘って本当によかったよ。そうそう、そんな春樹のことを親神様、親様は一番喜んでくださっていると思うよ。あー、お腹すいた。さあ、いっぱいカレーを食べるぞ。おいおい、頼むから食べすぎてお腹を壊さないでくれよな。わかってるって。ははははは。
皆さん、陽気暮らしをするために欠かすことのできない大切なことが何か分かりましたか？私たち人間は一人で生きていくことはできません。家族、友達、いろんな人と一緒に暮らしています。そのみんなが仲良く人を思いやりながら暮らすことで、親神様の望まれる陽気暮らしに近づいていくのです。そして皆さんのその温かな心は必ず周りの人にも伝わって心を温かくしてくれます。親神様はその姿をご覧になってきっとお喜びくださることでしょう。皆さんも周りの人を思いやる優しい心を心がけてくださいね。思いやりの心、優しい心が大切なんだね。そうよね。私たちも頑張らなくっちゃ。明日は3つの約束、そして3つの約束のダンスを紹介します。バイバイ。